何でもやりたい放題よ。何をしよう。夜中じゃ友達寝てるし、テレビもすでに砂嵐。そうだわ、コンビニ行こうかな。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、防犯カメラコンビニエンス、こちら温めまーすか。不良のたまり場、入り口でたむろ、怖くて入りにくい入り口でたむろ、声かけられたそこのお姉ちゃん、なんですか。ノーブラですか。過ぎれば自動ドアが私のために開いてくれる。エロ本読んでる親父と並んで雑誌読んでから、何を買いに来たわけじゃないけど、買うものを探す。24時間コンビニエンス、年中無休のコンビニエンス、公共料金コンビニエンス、コピー早くしてよ。無表情、私はすっぴん、眉毛も描かずに、アンマンください、ちょうど切れてます。じゃあ肉まんでいいわ。かしこまりました。ちょっとお釣りの渡し方、私の手のひら勝手に使い、小銭を文鎮代わりにレシート置くな。財布に入れにくいのよ、ちょっとムカッとしちゃうのよ。そんな時は私からも仕返しするの。おでんください、何にしますか。何にしますか。レジが混んできた、早く決めてくれ。卵ください、卵一つ、卵ください、卵二つ、卵ください、卵三つ、以上でいいわ。卵だけですか。お釣り多めに、かしこまりました。おいくらですか。220円です。1万円から、小銭はねえのかよ。1万円から、小銭はねえのかよ。話しつけてよ。かしこまりました。レシートいらないわ。いちいちうるせえな。トイレ貸してよ。うちにはありません。あなたはどこでするのよ。負けました。なんてことしてるうちに夜はもう終わりを告げて、鶏もなく親が起きる前にお家に帰らなきゃやばい。今夜もまたコンビニ来ようか。